よかったな、捕まって。これで被害者はやられ損だよ。刑期を終えたらお前はまた自由になるんだからな。この檻で守られていなけりゃ、俺がこの手で。どうしてこんなことに。お兄ちゃんの部屋は402号室ね。ん？お兄ちゃん？お兄ちゃん？いるんでしょ？奴の女？お前は成瀬さやか？違います。佐伯の妹です。そうか。奴はこうなる運命だった。すまない。メリークリスマス、優子。お前の欲しがっていたオルゴールだ。壊れやすいものだから落としたりしないように。お前は昔からそそっかしいやつだからな。大切にしてくれよ。それじゃ体に気をつけて。
サトシより。イラサワ署の者です。通報がありましたが大丈夫ですか？警察です。佐伯さん、開けてください。何かありましたか？人が殺されていると通報を受けたんですが。私の兄が殺されたんです。ほう、本当ですか？お願い、もう一度ちゃんと調べて。おーい。うるさいぞ、おとなしくしてろ。おーい、静かにしろ。助けてくれ、頼む。お願いだ、こいつをどかしてくれ。一体何が起こってるんですか？羽城川が決壊したんだ。安全のため君たちを避難させようと降りてきた。突然衝撃が起こった。分かった、だから早く助けてくれ。私には妻と三人の子供が。助けてくれ。助けたらまた私を捕まえるんでしょ？そんなの嫌。待ってくれ、私を見捨てないでくれ。やめてくれ。
で何をしている？まさか脱走か？私は犯人じゃない。犯罪者は凶悪な奴ほどそう言うんだ。まったく、川が決壊したくらいで避難命令だと？なぜ凶悪犯の命を助けなければならんのだ。よーし、地下は全員避難完了したぞ。なんだってこんなことになってるんだ。羽城川が決壊したからってこの地区に避難勧告が出るものなのか。知らないよ。警察は辛いな。住民はもう避難してるのにな。韮沢駅の北口から避難バスが出てるって話だぞ。Yeah.
門を開けてくれませんか。おう、今開けるよ。待て！緊急事態発生！凶悪犯が脱走した！至急応援頼む！